面白いと思いますよ。そうです、これは本当に見逃せません。日本の格闘技界においても大きな大きな一戦となる第1ラウンド。キム選手は先ほど話が来てですね、はい、今回は通常手にですね、グローブつける前にバンテージを巻くんですね、はい、拳と手首と親指を守るバンテージを巻くんですけど、今回してないようですよ、素手でやってるみたいです。それはルール的には大丈夫なんです。大丈夫ですね、はい、なんでしてないんですか。やはりあの普段ワーキングフィーが薄いグローブで戦っているので、やはりより自分の拳に近い、いつもよりグローブでやりづらいところがありますので、はい、本人もスパーリングで練習してたんですけど、はいはい、どれぐらい通用するか。菊野選手にとってこのボクシンググローブというのはもうほぼ初めてに近いですよね。キックボクシングルールがもう初めてなので、はいはい、まあでもね、大地さん、はい、これ拓也選手にとっては非常にリスキーな戦いですよね。すごい変則的なんで、ね、ちょっと三日月がありますからね。三日月が元祖、これ今のはまあミドルですけども、一瞬三日月っていうのはミドルの軌道で足の裏で肝臓を突き刺す技なんですけど、突き刺すんですよね、はい、ありましたね、はい、菊野選手はですね、本当にあの立ち技、この競技ですね、はい、持ち込んだ技ですね。いわゆるその元々あった三日月蹴りという空手の技術を簡単に右、もう空手家のこのパンチですね、完全にすごい変わった考え方しますね。いわゆるもうキックボクサーのそれではありません。竹谷選手もその三日月蹴りを食らっときたいとも言ってましたね。そうですね、それでなんか今見て待って受けてますね、うん、この高鉄のボディに菊野の三日月が刺さるのかどうか、むしろ受けてみたいと竹谷は言っていました。さあもうまっすぐにまっすぐに菊野はパンチを繰り出していきます。まあ、引くのにとってはとにかく何もかもが違う世界、寝技もダメ、投げもダメ、関節もダメという今までの戦いとは違う世界に飛び込んでまいりました。まさに格闘技の天下、初めてとなるプロキックボクシングルール、しかも相手はあの伝統のラジャのベルトを巻いた拓也。菊野選手本人も言ってましたけど、やはりこういうタイプとなかなか竹谷選手もやったことがないと思うので、はい、実際どうなんですか、キックボクサーとしてどうなんですか、こういう やりづらいです。やりづらい、はい、ただこうやっていくうちにやっぱり慣れてくるしかないですね、はい、さあもう一度残り時間わずかです。ここでゴング、筋肉と筋肉のぶつかり合いですね。すごい音がしますね。低いドンって。やっぱ70キロは違いますね。違いますね。小坂さん、その前の戦いがフライ級だったので、はい、まあ、まさに重くなったと、はい、あと前違う番組でご一緒したんですけど、今システマにも興味があって、ロシアとか競技、はい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 、ゆっくり殴るパンチみたいなところにもすごい興味を持って、短い距離で当てて重さを出すっていうパンチを頻繁に出してる気がします。ジャッジ3名ともに10対9、青を菊野選手を指示しています。分散しました。なんと第1ラウンドは3人のジャッジが10対9で菊野に捨てています。いやもう竹谷選手はこのままで終わらないと思います。さあこのまま菊野のこのラウンド2、竹谷は伸ばしてしまうのか。ラウンド2、竹谷選手蹴りたいですね、うん、パンチ入ってくる前にミドルを合わせたいですね。いやだって石井さん、ラジャのベルトを巻くというのは、ね、すごいことですからね。そうですね、元ラジャ王者のプライドとしてですね、このキックボクシングルールでは負けるわけにはいけませんからね。はい、はい、パンチを打つと距離を詰めていく、うん、さあ膝を出していく、まあ、これの組についての膝みたいなものは、はい、拓也選手の方が強いでしょうか。総合格闘技も経験しますし、なかなか崩されないですよね、菊野選手も詰めていく、うん、そしてまあ、そうですね、やっぱり組んでからも崩されませんね、菊野選手は。
体幹の強さが感じられます。まあ、もともと極真空手、そして柔道、テコンドーとさまざまな格闘技をその身に見せています。黒なんかすごいやりづらそうにしてる感じがするんですよ ね、 そうですね、はい、最近は沖縄拳法空手を学んでまた新しいテクニックを見せています。菊野克典、菊野選手のテコンドーの技ちょっと見たいですね。なんか2020年の東京オリンピック代表を狙ってるようですよね。菊野選手はパンチを振り回して、重いパンチを振り回して、拓也選手のガードを上げて、そこでお腹に三日月っていうのを狙ってるんだと思うんですけど、そうですね、まだ三日月ってませんもんね。逆に拓也選手の方はどうでしょうかね。拓也選手は距離潰してますね、ほとんど前に出て、はい、距離があると三日月、重いパンチ飛んできますので、はい、少しじりじりと前に出てますね。でも小坂さん、なんか、はい、完全に菊野選手が封じてるようにも見えますよね。肘に関しては菊野選手はもらい慣れてないので、はい、そこをついていきたいですね。で菊野としてはキックボクシングのルールの中で自分がやれることをやるだけと言っていました。さあスペースカット、竹をパンチを出していく。この菊野の独特のフッフッと出してくるようなこのパンチ、このリズムになかなかタピアが合わせられません。残り時間30秒です。肘スペースがあったタピア、肘を引いていきます。そして組んで押していく、倒されません。ここはブレイク、そう、体が強いですね。タピア選手はパンチ、肘狙ってはい、クッ、そして肘、肘、さあこれは効いたか、ちょっと下がった、効いてるかな、肘効きましたね。ポイントは肘でした。やはり竹谷選手からしたらですね、菊野選手をガード上げさせたいですね。上げさせたい、はい、菊野選手はやっぱりパンチ打つときにどうしてもこう手が 下から出てるので、その方が打ちやすいんですよ、はい、選手は、はい、なのでパンチガードを上げさせればパンチも打ちにくくなるので、菊野選手は、はい、今この肘からストレート、そして肘、いや、小坂さんいかがですか。でもやっぱり組んだ瞬間には完璧な MMA の動きをしてますから、ジャッジ2名が組み選手の中でもすごい強いらしいですね、やっぱり菊野選手は。だからそこでジャッジ1名が作戦になっているところが、菊野さんの肘一発で形勢逆転という、いやゴジラ対ダメなのようなすごい対決。さあ第2ラウンドは10対9を2人のジャッジ、10対10のイーブンを1人のジャッジがつけています。タクヤ選手に10対9、2人のジャッジがついています。第2ラウンドはタクヤが取っています。さあラウンド3、どこまで菊野が第2ラウンドの肘のダメージから回復しているかです。菊野選手は序盤見せたお腹の攻撃を出して、ステップにつなげたいですね。距離を取りたいですね。菊野選手もハイキック得意なので、はい、そして三日月ですね。やはり菊野といえばいつ三日月蹴りが、必殺の三日月が飛び出すのか。膝を出していく、タクヤ攻撃、ボディ細かく打っていく、短い距離で細かく打っていく、ね、こうね、膝から肘つなげたいですね。組の展開が、タクヤのパンチは重い、しかしこの組みついてからの押しも強いですね、菊野は。そうですね、疲れそうですね、タクヤ選手これやられると。ボディ、パンチを出して出すのに距離を詰めていく、膝、タクヤの膝、そして肘を狙っていく、これタクヤは離れないように肘を狙っています。はい、ブレイク、再び距離を取る、もう今、ギャルタケが三日月のような蹴りを出していきました。前蹴りでしょうか。さあ、ここもブレイクです。さあ、前蹴りです。そうですね、もう少し、はい、タケ選手の突進にプレッシャー感じ始めましたね。そうですね、もう足が、うん、前に出る、ちょっと菊野がスタミナ、
肘入りますね。ちょっと菊野選手スタミナ厳しい感じありますか。はい、そうですね。この段階になった時にもう菊野選手はもうローピングに押すことしか今できてないですね。これは注意を受けています。もうあのグローブが相当重くなってくるんですよね、慣れてないと。ちょっと菊野の攻め手にバリエーションがなくなってまいりました。これはちょっと菊野にとって苦しい時間帯かもしれません。さあここからどういうバリー、菊野選手も苦しいけど蹴りたいですね。はい、もうあの武田選手はパンチ警戒してるので、はい、パンチ警戒しながらどんどん前に出てますんで、ここでやっぱ蹴っていけるかどうかがキックボクシングなんでしょうね。肘、やっぱりこの菊野は肘の距離に対応できていないか。今蹴りたい。10秒、さあもう残り時間あとわずか。第3ラウンド肘狙ってますよ。はい、ここでゴングです、うん、いやもうまさに一種格闘技戦を見させてもらってますね。ですね。これ小坂さん、もしねテイクダウンがあるんだったらね、話は聞かせてください。ただこのキックボクシングの中でも、はい、このモンスター拓也さん、拓也選手と今のところ倒れずに戦ってるっていう、はい、こともすごいですよ。ダウンを奪うじゃないですよ。ものすごいパワーですよ、拓也さん。ただいまのラウンド、ジャッジ3名ともに10対9、赤コーナー、タクヤ選手を指示しています。タクヤ選手取りましたね。さあ、第3ラウンド10対9、3人のジャッジがタクヤに見せています。いかず決めてほしいな。そうですね、一回見てみたい。はい、見たいですね。今足が何倍かな。あのタクヤ選手も初めてなんかいかずきを見たのは菊野選手の試合だったってね、言ってますからね。もう YouTube 見まくりました、俺。セコンダーセコンダリー。さあ、第4ラウンドです。3分5ラウンドで争われるこのセンターファイト。もう竹谷選手からしたらですね、今もうあの菊野選手怖さを感じてないと思うので。ああ、そうですか。はい、でこのタイミングで菊野選手がもう一度三日月だったりですね、このハイキックとかを蹴れると、はい、少し注意してました。要するにその竹谷に恐怖を植え付けられるか。そうですね、怖さを植え付けられるかどうかです。イケイケになっています。蹴りも出ない。ただですね、竹谷選手が組んだ時に押してるんですけど、菊野選手が下がらないで逆に菊野選手が押してるんですよ。そうですね、これですね。この辺が強いですよね、体幹が。ナイスショット、アイブレイ。でもこのままではその倒しに行くことができないですよね、菊野選手。バイク、竹谷ストレート。ちょっと菊野としてはもう今手がないのか。ちょっと大振りになっちゃったんですね、菊野選手。もうちょっとした距離が縮まると組んでボディに細かいパンチを打っていく、そのパターンが何度も続いています。あの細かいパンチっていうのは意外と効いてるんですか。あのボディとかですかね。はい、どうなんでしょう。まあ、ここまで来たら菊野選手のパンチ力が入ってないので、はい、もうやられてる竹谷選手気にはならないと思います。なるほど。まあ、確かにその最初のラウンドに見えたようなパンチで前に出ていくようなそういった動きは菊野選手全く見えません。攻撃しないとどうでしょう。お途中ね、はい、再開します。もう時間1分切っています。竹野選手もあのハイキックを蹴る前にお腹を狙ってから蹴れると打たれやすいんですけどね。引くのはもう押していくだけ。何かまだ隠し持っているのか。竹谷選手もこれ蹴りまで行きたいですね。パンチだけなく蹴りで、うん、はい。残り時間30秒、残り時間30秒引ける。アイスト、アイブレイク。
ここもブレイクです。かなり疲れているか菊野、石井結果結果サーカス石井倒れない倒れないですね。驚異のタフネスぶりを見せましたが、ここで第4ラウンド終了です。まあ、でもここまで来たら高橋選手としては倒したいと思います ね。やっぱりこの4ラウンドとかになってくると全然違うもんですか、その試合と練習では。いやもうあの基本的に試合と練習ではもう全然違うんですけども、はい、まあ、練習の2割、3割出たらいい方ですよ。あ、じゃあもう菊野さんは今未知の領域に入ってるわけですね。いや今ねインターバル苦しそうですね、菊野選手、はい、自分のリズムで戦えてるとあんま疲れないんですよ。なるほど。相手のリズムに飲まれちゃうといつもの多分2倍、3倍ぐらい疲れるんで。まあ、そうですよね。菊野にとっては初のプロキックボクシングルール、全てが未知の世界です。はい、しかしまだファイナルラウンドまで持ち込んでいます。70キロ級国内最強とも呼び声の高いタピアを追いファイナルラウンド、マリーの菊野の最高ローで下に意識させて、要するにローで下に意識をさせて、はい、菊野選手崩れないですね。うん、やっぱこの体幹の強さっていうのはやはり菊野素晴らしいものがあります。ミドルから縦位置拓也、拓也は言いました、相手はまさに伝説級の男だから、キックボクシングの強さというものをこの注目されている試合の中で見せつけたいと。あ、でも菊野選手左足がちょっとすねが、はい、あと腫れてますね、腫れてますね、足の方がすねから怖いかけて、そうですね、もう真っ赤になっています。もう距離を詰めてもスペースが空けば拓也が肘膝そしてパンチを打ち込んでくる。対する菊野の方はもう攻撃が出ません。あの組の展開で押し込むだけでも相当スタイルが使うんですよ。で、谷選手もここから埋めたいですから、あの展開がいいですね。いいですね、谷選手はちょっとあれにもう菊野選手は対応できてませんもんね。でもちゃんと当たってる感じしますけど、菊野選手打たれ強いですね。さあ、残り時間あと1分半、夢のスーパーサイトを見かけ、攻撃攻撃、三日月、今出ましたけど、ちょっとこの時間帯だとね、そうですね、もうちょっとキレがあったりするといいんですけどね、スピードで。高橋選手も苦しそう。残り試合時間1分、残り試合時間1分、1分、タピアも楽ではない、もちろん楽ではないが、まあ、これだけ攻撃して倒れないとそれはそれで疲れますよね。距離を詰めて、いや、ひじ膝、倒れない、踏みついてスペースを空いた瞬間に竹谷肘を打ってくる、ここのときはレフリーが待ます。残り試合時間30秒、ファイナルラウンドです。スーパーファイト後楽園は精神力の点、いざ拓也が攻める、菊野も粘る、倒れない菊野、対処返せない拓也、はい、最後最後、さあ残り時間10秒、ファイナルラウンド、試合終了です。判定に入ります。息が詰まるような戦いでした。いやー、拓也選手からしてもこれだけ打たれ強い選手もなかなか過去いなかったんじゃないですか ね、 ですね、拓也選手のキックとパンチですもんね、はいはい、それで倒ってないですもんね、はい、あんなに肘が当たってたのに菊野選手に、はい、全然びくともしてないですね。いや、あとボディの膝も相当入ってましたね、入ってましたね、なんか確かに見てるとクリーンヒットしてないのかなって思っちゃうぐらい菊野
の選手がタフです。なんでしょう、このテクニックの攻防もやっぱり素晴らしいんですけど、なんかまたちょっと違った位置だったり、その今のキャリアとか。ジャッジ岡林49対47、赤拓也。ジャッジ大谷49対46、赤拓也。ジャッジ大谷49対46、赤拓也。以上判定3対0をもちまして、勝者赤コーナー、メタリーゴリラ拓也。ノックアウト次回大会は真夏の大田区決戦。8月19日ノックアウトサマーフェス2018決定カードは、スーパーライト級王座決定トーナメントファイナル、フライ級王座決定トーナメント1回戦、石井一生 VS 真所仁。フライ級王座決定トーナメント1回戦、大崎和樹 VS 野戸達也。ワンマッチ、緑川作る VS 長島次演乙雄一郎、水落洋介の出場が決定。そしてもう一カード、元ノックアウトライト級王者森井洋介が復帰。気づかされた。対戦相手さあ、相手のアビネ大月大谷爆腕大月春明。さらに帝王ヨードレックペットも参戦決定。残暑よりはるかに熱いノックアウトサマーフェスを見逃しなく。シュハイシュハイシュハイノックアウト。